はい、皆さんこんにちは、村長です。やっと来ました、ユージャムのバーチャルギタリストシリーズのまずアイロン2というのが出まして、いわゆる V2 仕様というふうになりました。この V2 というのからは MIDI のドラッグ&ドロップができるようになって、後の編集修正がとっても楽になりました。コードなんかもちょっと一本音程を入れるだけですぐに変更が加えられますし、特にギターソロなどそういうのにもうまく対応できたということです。その他にも今回の中で目玉はこの画面のところに今示してますようにストンプというのがつきまして、今まであったこのエフェクトのフィニッシャーというの以外にもトレモロができたりフランジャーができたり、そういう形でとっても使い勝手が良くなったと思っています。それでは細かいところを見ていきましょう。村長ミュージックスタジオ。僕にはとっても気になっていたことが一つありました。それは前の時にベースのシリーズがバージョン2になった時、他のベーシストシリーズもバージョン2にアップデートしないと動かないというようなちょっと困ったことが起きました。全てをアップデートしないといけなくなりました。そこが懸念されていたんですが、このように前からあるバージョン1タイプのアンバーやシルク、そういったものもちゃんとそのまま動くことが分かりました。まずそこから見ていただきましょう。はい、全然問題ないですよね。これはとってもありがたいことです。ではこれはミュートにしておきましょう。これから本題に入ります。今一番上のところにコードトラックがありまして、そのコードトラックを選択しまして、それをドラッグします。いわゆる白玉和音が入ったわけですね。はい、このような形に今なっています。注意することはここの C3 以上の音域に和音が書かれてないといけないということです。このように必ず C3 以上、そして F5 のところまでに収めないといけないという、そういう約束事がありますので、そこを気をつけてください。そしてこのように和音さえ入ればすぐに演奏ができます。ちょっとスタイルを変えてみましょう。スタイルはここで選ぶことができます。これは前からも同じです。変えます。このようにスタイルというのを選択しまして、そしてここの C2 という領域の1オクター部分にそれらのまた細かい演奏スタイルが設定されています。今こう押しますように、低い領域は白玉のような簡易な演奏スタイルです。そして右に上がっていく方が
演奏が複雑になるという特性を持っています。左のところにあるコモンフレーズといいまして、一般的な奏法で弾くそういうフレーズはこちらの2オクターブ分に設定されています。それを少しヒントになるようにこんなガイドもできました。どういうふうな感じのフレーズかということがここで示されています。それではここで鳴らすんではなくって少しどんな音があるかいろいろ聞いてみたいと思います。そういう時は左のところのラッチを押してそしてどれかコードを押さえます。今このように C のコードを押しましたが指一本でメジャーコードならこのように選ぶだけです。このように一本の指で弾いたとしてももしくはマウスで押さえたとしてもメジャーコードならなります。もう一度ラッチにしながらいろんなところを見ていきましょう。こんなチューニングもできました。オルトキーを押しながら押すと元に戻ります。このようにちょっと変わった音程操作もできるようになったわけです。他はこのようにピックアップをネックよりかもしくはブリッジよりかちょっとした音の硬さを変えることができます。またここで音のキャラクターが変えれます。そして右の方はアンプです。ここでもかなりキャラクターが変えれます。そしてこの一番右端はそれの適用度合いです。このようにしてキャラクターを作っていくことができます。そして、ここにあるのがステレオワイド幅です。ここでもかなり変わったイメージを作ることができます。そして、その右側がフォーカスです。これはイコライザーの機能に似ています。今度はエフェクター、いわゆるストンプですね。これを切り替えていくことができますが、今その聞き度合いを一応8割ぐらいに設定しました。じゃあこれでいろいろ変えていきたいと思います。はい。そしてここにそれをオンにするかオフにするかのスイッチがあります。そして前からもとっても
面白いなということで注目でありましたフィニッシャーというユージャム独自のエフェクトがあります。ちょっとそれを聞かせてみます。オンにします。このように標準でも使えそうなものからもう壊滅的なほどに面白いエフェクトをかけるツールまでフィニッシャーはとってもユニークなエフェクターツールです。そしてここからは上級者の人にもとっても気に入られている機能が前からと同様あります。この一番左はプレイシンクと言いまして、これをやると DAW で使っているいわゆるテンポというのがありますが、そのテンポにピタッと合わすのか、もしくはここですね。そしてユージャムのサンプリングにはある程度のグルーブというのがあります。それをそのまま使うのか、もしくは DAW のテンポにマッチさせてストレートリズムで刻むのか、グルーブを優先させるのか、そこを選択することができます。その隣は再生のモードを倍でするかそうでないかみたいなところです。ちょっとやってみましょう。こんな感じです。次はリズム自身を前乗りにしたり後ろ乗りにしたりする、そういうことがここでできます。先ほどからもやってますように、このパラメータを書いた時にリセットするのはほとんどの機能のところでオルトをしながらクリックするとこのように戻ったりします。次はスイングです。スイングもちょっと聞いてみながらスイングがどんな風にかかるか見てみましょう。スイングさせます。はい、これがスイングの機能です。ノリの方ではここをルーズにしたりタイトにしたりすることによって若干イメージが変わります。これがマイクロタイミングの微妙なところです。はい、それでは本題のミディのドラッグ&ドロップができるというその辺のところを見ていきます。バージョン2ということになってからこのインストゥルメントモードというのができました。そしてこの領域にアーキュレーションがあります。 C1 から B2 の間の2オクターブ、これがアーキュレーションになりました。ストラムモード、そしてここを押すことによってモードが切り替わります。このようにですね、ただしここのところは狂言台あまりよく分かっていないので次の機会にレポートをしたいと思います。そして音を鳴らすのにはトリガーモードをオフにしないと音が鳴りません。そこらのところももう少し研究してみたいと思います。まずは適当なソロをレコーディングしてみましょう。そして今このように弾きましたがアーキュレーションの領域に入ってしまってます。ですからこれを上げたいと思います。
はい、このようにオクターブ違い間違わないでください。 C3 以上のところで演奏をしないといけません。そしてトリガーモードをオンにすることです。むちゃくちゃにも程がありますけれども、まあこのようにミディの音が鳴るようになりました。そしてプレイヤーモード、こちらの時に鳴らしたいフレーズを C のキーで鳴らしてみたいと思います。キーはできるだけちゃんと指定しておく方がうまくフレーズが鳴るようになっています。はい、この状態でこのようなフレーズでいいかなと思ったら、鍵盤の上にある小さな点々が入ったところをドラッグすると、そのままこのようにドラッグすることができます。どんどんこう聞きながら、このようにフレーズを入れていくと、フレーズを追加していくことができます。ただし2小節で終わらないのがありますが、これは今のところバグなのか、もしくは意図的なのか、それはちょっとよく分かってないというのが実際のところです。一応このようにして詰めますが、ここらのところも次の時には検証をしたいと思います。ちょっと鳴らしてみたいと思います。インストゥルメントモードに切り替えます。はい、楽ですね。このプレイスタイルのところを切り替えることによって、それらが変わっていくというふうになりそうです。ただしまだアーキュレーションのところと、そしてこのプレイヤーモードにした時のトリガーモードのところなどが正直まだよく分かっていません。多分近いうちに UJAM の日本公式さんからもこの辺のところのレクチャー動画が上がってくれると思いますし、僕の方でもマニュアルなどを見直したりしながらレポートをしたいと思います。まあ何せこのミディをうまく使えば、ソロフレーズのところとコードバッキングのところを混在して使うことができます。はい、そしてアイロンというソフトがバージョンアップしましたので、多分近いうちに続いてバーチャルギタリストシリーズがアップデートされるものと考えられます。シルクやアンバーがこのようにミディフレーズをいじることができるようになれば、とっても楽にギターバッキングが作れるようになると思いますので、すごく楽しみにしています。皆さんもまた機会がありましたら試してみてください。村長でした。